こんにちは、モンスタースポーツの渡辺です。温度差を実走庫で撮ってみましたので、ちょっとそれ の解説をしていきます。縦軸が、スロットルの前で撮った温度です。これ横軸が車速です。これ一定のギア3速で0からリミッターの当たる120キロくらいまで、だいたい6500くらいかな、リミッター当たるところまで一定で同じ場所で加速して、うちのエアボックスがついた状態と同じフィルターなんですけども、剥き出しにした状態でデータを取りました。気になるのが外気温だと思いますので、外気温この黒い点線です。 20.5 度だったかな。実走行している間外気温ほとんど変わってないですから、同じ条件でこれは2回とも測れています。実際皆さんが走っている状況だと思って見ていただければいいと思います。走り出す寸前はやはり水温に近い、もう80度近い空気を剥き出しだと吸ってます。ラジエーターのすぐ後ろっていうのは熱交換してますから、あとタービンの熱だとかでクリーナーを剥き出しにすると、ちょうどこの位置にクリーナーが剥き出しになりますので、すごいここにちょっと遮熱板つけたからって大差ないと思います。クリーナーボックスなしでフィルター剥き出しの場合には80度から始まって、ここでエンジンルームの空気が一気に入れ替わったんだと思います。ドーンと下がります。でもここから問題で、徐々には下がってくるんですけども、ある程度の状態で、ここも100キロ超えるとすごい空気の量なんでしょうね。ここで2回目のこう下がるんですけど、これもうこのまま一定です。この温度が、42、3度ですかね。こんな熱い空気してます。それに対して、うちのエアボックスをつけた状態、ボックスをつけてても若干やはり、周りの隙間、完全密閉してるわけじゃないのと、熱の影響で多少このボックス自体が温まってるのもあるんでしょうけど、32、3度からスタートしてきれいに下がって、もうある程度の空気量になると、ここの通路の中の空気がだっと入れ替わればもう一気に温度下がります。70キロくらいからもうほぼ変わらないかな、だいたい22、23度ですかね、行ってもで安定します。この差想像してください。これもうこっからもう違います。もう限りなく外気温に近い状態でやはりエアボックスが吸えるのと、そうでない状況っていうのを、ここで見ていただければ、一目瞭然かなと。コンピューターいじったりとかエンジンやったりプラグ変えたり、いろんなエンジンの状態を良くしても、ここで全て台無しにしてしまう可能性もあるということを、皆さん知っておいていただければ、ちゃんとチューニングしてこういった状況を保ってね、一年中エンジンが安定した性能を発揮できる状態にするかっていうのは、皆さんで考えて判断していただければいいかなと思ってます。これはもうすでに公開しているコンピューター変えた時の、クリーナーの性能の差だけです。ノーマルのクリーナーケースに対して、我々のクリーナーボックスを変えるとこれほど性能差出るんで、あえてコンピューターのデータもエアボックス付きとそうでないものと分けてるくらいです。我々もコンピューターのデータを詰める上で重要視しているという、意味なのと、エアボックスをノーマルから変えるとちゃんとこうやって性能差出ますよということを、ここに表しています。クリーナー一つ、いろんなところから出てて、こう剥き出してポンとつけられて安いものをたくさん売ってます。昔はそれで良かった時代もありますけども、やはりもうモータースポーツの世界、自動車メーカーがちゃんと、スポーツカーを開発するためにはそうしてないということを皆さん知っていただければ、チューニングっていうのはどうあるべきかっていうのも、理解していただけるのかなと思ってますので、今回この映像を見て、今後自分たちでこうチューニングしていく上でね、何を基本としていくかってことを、理解していただければ、それだけでもいいかなと思ってますので、ぜひ我々のこのエアボックスも、検討の中に入れていただければと思いますので、よろしくお願いします。